普段家で振ってることって多いと思います。このまま上からこうやってピーって伸ばしてください。それ結局手打ちになって悪い打ち方が身についてしまうので、からはぜひ購入してみて振っていただけれたらなっていうふうに思います。ミート力を向上するならゲットレバット、飛距離を伸ばしたいならヘッドランバット、試合で使うならエルティムス、毎日使うなら竹バットのエイムクラシコ、手に取って借りました。誰でもすぐに実践できるミノルマン流打撃ドリル無料配布中、詳しくは概要欄。どうも、ホセロです。はい、今日もですねやっていきたいと思うんですけれども、今日はちょっと、理論とか技術練習じゃなくて覚えていていただきたいなっていうところがありまして、まあ、野球塾で生徒来ていただいた時に結構やっぱ力つけさせようとして、重たいバットを普段家で振ってることって多いと思います。なんですけども、やっぱり重たいバットをこう普段からそれを使って何回も振ってしまうと何が起こるかっていうと、手打ちですね、いわゆる上半身の力だけで打つ、手の力だけで打つようになります。なぜかと言いますと、やっぱバットが重たいのですごい腕に力が入ります。なのでもし力つけるたびに振るとしても、理想はもし重たいバット振るのであれば低回数です。そんな多くなくていいと思います。まあ、10回20回っていうのをもう全力で、多分本当に全力をかけて振ったら人間ってそんな何回も振れないと思うので、もし力つけたいのであれば、まあそれで低回数っていうところでやっていただけれたらなっていうふうに思います。で、まあ、もう一つその重たいバットの中で手打ちを直すっていうところであれば、肩に乗っけた状態で振ってもらいたいなって思います。やっぱりこうどうしても重たいと落ちないように手に力入るじゃないですか。でそのままこういうふうに振っていくことするんで、もう手ばっかりに力入ってしまいます。で、まあ、バットの握り方とかのおすすめっていうか、まあ、理論に対してもまた今後お話ししようかなと思うんですけれども、理想はまあそれは人それぞれですけど、やっぱ力抜くたびに上からこうバットを叩かれるともう落ちるぐらいの弱さで握ってほしいです。もうシンプルです。このまま上からこうやって叩かれると落ちるぐらいの強さ、握力で握ってほしいです。ってなったら絶対に重たいバットで素振りするときだってやっぱ腕に力入って絶対もう落ちない状態になっていると思うので、重たいバットで素振りをするっていう場合は肩に乗っけて、もう手の腕はできるだけないようにリラックスした状態で乗っけたまま体で振りに行くっていうのを意識してください。はい、もう肩に乗っけてそのまま振るっていうふうに、もう腕じゃなくて体で振りに行くっていうのを意識してみてください。野球塾で重たいバットで振ってる子が何人かいて、やっぱりそのでどちらかというと手で力で振ってしまうっていう風なスイングになっているので、そこは気をつけていただきたいかなっていう風に思います。で、試合用のバットです。試合用のバットもおすすめの重量っていうのがありまして、バットを一番長く持ってください。一番長くです。一番長く持った状態で前の腕でこうやってピーンって伸ばしてください。でこの時にちゃんとこうやって一直線になってる状態であればそのバットっていうのは適しています。逆にこれでこっからこう下がるっていうこの重みに耐えれない場合では、もうその時点で腕に頼ってしまうので、やっぱ力んでしまうのであまり良くないです。もうこの状態で楽に持ってもピーンって一直線になるようなバットを選んでほしいです。アメージング野球塾ではカラーバットで結構振らせる、打つことが多いんですけれども、その中でカラーバットって軽いんで、すごい体全体で振っていくような感覚っていうのを養えるので、軽いバットでもちゃんとこう普段通り普段のバットのように振れるっていうのも一つ大切な技術になってくるので、軽いバットカラーバットで、こう素振りしたり打ったりするっていうのもすごい大事な練習方法になってくるんで、カラーバットぜひ購入してみて振っていただけれたらなっていうふうに思います。で、話を戻すんですけれども、さっき言ったこれがちゃんと一直線でできるようなバットを選んでいただきたいなっていうふうに思います。レガシーであったりとかこう飛ぶようなバット出てくると思うんですけども、それをやっぱこう小さい時からもし使ってしまう、それが飛ぶからって言って多分結構重量はあるとは思うんですけれども、早い段階から腕力がついてない状態から重たいバットを使ってしまって、これを下がってしまうんであれば、それ結局手打ちになって悪い打ち方が身についてしまうので、そこが一個こう
散歩として、子供が試合中に使ってるバットっていうのがちゃんと楽にした状態で一直線になるかっていうのをぜひ試してください。はい、それでいけるのであれば十分そのバットでやっていけると思うので、ぜひやってそれで一回確かめてもらえたらなっていうふうに思います。人間の体ってとても素直だと思うので、そういう重たいバットを使った時にも勝手に力んでしまう、もうこれはもう仕方ないと思います。なのでやっぱりそのバットを使うってなった時はさらに力を抜く意識であったり、あまりそれで後悔する何回も振らないっていうのを、はい、意識していただけたらなっていうふうに思います。はい、ぜひ一回試してみてください。はい、今日はこれで終わります。ありがとうございました。日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギャも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。